というわけで今東京 FM の収録に向かっているところなんですが、まあ、最近時々思うのがフィールグッドファクターとフィールバッドファクターというのがあるとすると、フィールグッドファクター、良い気持ちになるというファクターが、フィールバッドファクター悪いファクターに比べて少ないという状態になるとやっぱりまずいと思うんですよね。今東京オリンピックについてフィールグッドファクターが少ないと感じている人が多いと思うんですけども、僕はこれはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。で外国の方から見るとやっぱりこの状況でオリンピックを開催している日本人の辛抱強さ、忍耐強さ、工夫、ロバストネス、強靭さ、そこはやっぱり称賛すべき点だと思うし、これから競技始まると多くの方はその、テレビを通して東京オリンピックを見ることになると思うんですけども、そこに映るのは日本でいうとソーシャルメディアとかでいろいろな意見のやり取りがあるんですけど、そういうディテールは見えないわけですよね。ですからこれどこの国でもそうなんですけど、何かね外から見ると良い事象、賞賛に値する事象があったときに、その国内の人から見るとより細かいですね部分が見えていて、そのことによってなんかフィールグッドファクターに比べるとフィールバッドファクターの方が多いような気がしちゃうんだけど、実際には外から見るとより全体の弊が見えるっていうのかな。そうすると必ずしもそのフィールバッドファクターではないってことが見えるってことも多いと思うんです。今日はなんかね日本で東京は梅雨明けしてよく晴れてて暑いですが、いよいよあと1週間ですね、オリンピックね。観客にはなってしまいましたが、バッハ会長が言ったみたいに途中でですね観客を入れるという変更もあるかもしれませんし、とにかくつい我々は日本の中で細かいことにですね捉えてしまいがちですが、それはソーシャルメディアとか、バイトショーとか情報番組とかそういうところで毎日のように、しつこくよく飽きませんよね、人たちコメンテーターとかがいろいろ言ってるわけなんですけど、そういう細かいことは外国の人は見えないんでね。ですから、細かく見るとフィールバッドファクターがあるように多いんだけど、思うんだけど、全体として見るとフィールグッドファクターが溢れてるということにやっぱり我々は気づくべきなんじゃないかなと、このように思っております。東京 FM に着いたのでこの録画は終わりいたします。細かいフィールバッドファクターではなくて全体のフィールグッドファクターを見ましょう。風が強いな。森健長でした。東京 FM 東京とってもいいラジオ。